スマホの GPS って便利ですよね。恥ずかしながら私は方向音痴なので、 GPS とスマホの地図アプリがないとろくに目的地に行くこともできないんですよね。でも GPS ってそもそも宇宙からの電波に頼ってるから、トンネルの中にいる時とかフェリーで海の上にいる時は使えなくなるし、悪意のある妨害電波でも使えなくなっちゃうんです。でも GPS なしで超高精度に位置を測る方法ってあるんでしょうか？実は今、キンキンに冷えた原子を使った量子光法という技術が急速に発展しています。2025年にはボーイングやイギリス海軍が実証実験に成功したというニュースもあります。今日はなぜ原子を冷やすと位置がわかるのか、その仕組みを解説していきます。まず、GPS を使わずに自分の位置を知る最も古典的な方法から話しましょう。皆さん、ノットっていう速度の単位聞いたことありますか？船の速さとかに使いますよね。実はこの単位、昔の船乗りが考えた測定法に由来してるんです。ロープに一定間隔で結び目をつけて、それを海に投げる。砂時計が落ちる間にいくつの結び目が流れたかを数える。これで速度がわかるんです。すごく賢い方法ですよね。移動距離は速さと時間をかければ計算できる。中学で習った式ですけど、これが慣性工法の基本なんです。でも実際の移動では速度が変わりますよね。加速したり減速したり。その場合は速度と時間のグラフを書いて、その面積を求めれば移動距離がわかります。これが数学でいう積分です。でも現代の飛行機や船では速度ではなく加速度を測って位置を求めることが一般的です。なぜ速度じゃなくて加速度を測るんでしょう？飛行機に乗ってる時、離陸や着陸の瞬間は体で感じますよね。でも安定飛行中は窓の外を見ないと自分が動いてるかどうかすらわからない。つまり等速運動する乗り物の中で直接速度を測ることは難しいんです。速度を測るには外部の基準が必要。でも加速度は外部の基準なしで測定できる。だから慣性工法は加速度を測って、それを2回積分して位置を求める。外部からの情報なしで自分だけで完結できる自己完結型のシステムなんです。でもここに大きな問題があります。加速度計にわずかな誤差があると、積分するたびにその誤差が蓄積していく。しかも移動距離は加速度を2回積分して計算するので、誤差は時間の2乗に比例して膨らむんです。現在の航空機用の高精度な加速度計でも10時間で約 6.5 キロもずれてしまう。これでは長距離の航行には使えません。だから現在は GPS で定期的に補正をかけることで誤差をリセットしています。航空機も船もスマホもみんなこの方式です。だから現在のポジショニング技術ではGPS のような外部からの情報が不可欠なんですね。でも GPS にも弱点があります。人工衛星からの電波を使うので、当然ながら電波が届かない場所では使えないんです。例えば水中、潜水艦や水中ドローンの位置測定は GPS ではできません。またトンネルや地下空間、ビル街の谷間などでも使えないんです。さらに怖いのが悪意のある攻撃です。偽の GPS 信号を送って位置を誤認させるスプーフィングや、妨害電波で GPS を使えなくするジャミング、紛争地帯やその国境付近では現実的な脅威になっています。
ここからが量子力学の出番です。1924年、ルイ・ドブロイという物理学者が驚くべき理論を提唱しました。すべての物質は波としての性質を持つと。これを物質波と言います。その波長ラムダはこんな式で表せます。 H はプランク定数、 M は質量、 V は速度。つまり遅く動くものほど波長が長くなるんです。波だと考えられていた光が粒子としての性質を合わせ持つのと同様に、粒子だと考えられていた原子も波としての性質を同時に合わせ持つんですね。光の干渉島って見たことありますか？波長が揃った光同士がぶつかると明暗の縞模様ができる現象です。原子も波としての性質を持つので同じことができるんですが、そのままでは問題があります。熱い原子はバラバラの速度で動いてる。速度がバラバラということは波長もバラバラ。これだと干渉島がぼやけてしまう。だから原子を冷やすんです。冷やすと動きが遅くなって速度分布が狭くなる。波長が揃う。これで初めて綺麗な干渉が起こせるようになるんです。でも原子を冷やすってどうやるんでしょう？冷凍庫に入れて冷やすんでしょうか？実はもっと文字通りクールな方法を使います。なんとレーザーを使って冷やすんです。原子が光子を吸収すると光子の運動量を受け取って押される。原子の進行方向と逆向きにレーザーを当てれば原子は減速する。しかもドップラー効果を使って速い原子だけを選択的に減速できる。近づいてくる原子は周波数が高く見えるので共鳴する。離れていく原子は周波数が低く見えるので共鳴しない。レーザー冷却を使えばほぼ絶対0度マイナス 273.15 度のすぐそばまで冷やせる。なんと宇宙空間より冷たくできるんです。では冷やした原子で何をするんでしょうか？ここからは冷却とは別のレーザー操作の話になります。冷やした原子に干渉を起こさせて加速度を測定するんです。光を使った干渉計、マッハツェンダー干渉計というのがあります。光をハーフミラーで2つの経路に分けて、それぞれの経路を通った光を再び合流させる。この時経路差があると干渉島ができるんです。原子干渉計も基本は同じです。ポイントはレーザーパルスで原子の経路を操作できるということ。レーザーを当てる操作がハーフミラーでの光の分離や鏡の反射に対応させることができるんですね。原子に周波数がわずかに違う2本のレーザーを当てると原子の内部状態と運動量が同時に変化します。これをラマン遷移と呼びます。レーザーで原子が進む経路をコントロールすることで経路差による干渉を起こすことができるんです。原子干渉計では3回のレーザーパルスを使います。最初のレーザーパルスは原子を分割し、規定状態 G と励起状態 E の重ね合わせ状態を作れ。光学系でのハーフミラーと同じ役割を果たします。2回目のレーザーパルスは経路を反転させる。規定状態 G と励起状態 E を入れ替える。光学系での鏡の反射に対応します。最後のレーザーパルスは2つの経路を重ね合わせて干渉させる。最初と同じくハーフミラーの役割です。このように3回のレーザーパルスでマッハツェンダー干渉計を原子でも実現できるんです。もし加速度があると2つの経路を通った原子が受ける力の履歴が違ってくる。その違いが位相差として現れる。位相差デルタファイはこのような式で書けます。この位相差は最終的に K
規定状態 G にいる確率として観測できる。たくさんの原子を使って統計的に測定すれば加速度がわかるわけです。従来の MEMS 加速度計と比較してみると、原子干渉計の精度が極めて高いことがわかります。原子干渉計の精度は10のマイナス9乗から10のマイナス12乗メートルパーセカンドの次乗程度。これなら10時間のフライトでも誤差は約65センチ程度。 GPS なしでも長時間の高精度な位置測定ができるんです。原子干渉計は原子の遷移周波数という自然の基本定数を基準にしている。プランク定数や光速は宇宙のどこでもいつでも同じだから高精度な測定ができるんです。理屈ではできるかもしれないけど、本当に実用化できるの？と思った人もいるかもしれません。実はすでに実証実験が成功しています。有名な飛行機のメーカーであるボーイング社は2025年に4時間 GPS なしでの飛行に成功しています。 Q コントロール社というオーストラリアのスタートアップ企業はセスナ機で22メートル精度を達成し、タイム誌の2025年ベスト発明賞を受賞しています。イギリス海軍も潜水艦での試験に成功しています。まだ研究段階ではありますが、次世代のポジショニング技術として世界中で注目されています。まだまだ装置の小型化やコスト削減など課題もたくさんあります。でも半導体レーザーの進歩や量子コンピューターにも応用されるアトムチップ技術の発展で年々実用化に近づいています。量子力学というと不思議な世界というイメージがあるかもしれません。でも量子工法のように私たちの生活に役に立つ技術の基礎として活躍してるんです。スマートフォンの GPS が当たり前になったように、いつか量子工法が当たり前になる日が来るかもしれませんね。それではまた次の動画まで、ごきげんよう。